ジョン・フランシス・マーサーは、アメリカ合衆国の弁護士、農園主及び政治家である。1759年に、バージニアのスタフォード郡で、ジョン・マーサーとアンロイ・マーサー夫妻の子供として生まれた。父のジョンは、アイルランドの生まれで、バージニアに移民し、弁護士、土地の投機家及び著作家だった。マーサーは、ウィリアム・アンド・メアリー大学を1775年に、卒業し、 法律を勉強して法廷弁護士として認められ、ウィリアムズバーグで法律実務を始めた。1783年と1784年にバージニア国の代表として連合会議に出席した。アメリカ独立戦争の間、マーサーは大陸軍の第三バージニア連隊で隊員に任官した。ブランディワインの戦いでは負傷した。1七7年、 少佐として、チャールズリー将軍の副官になった。リーが退官した時に、マーサーも退官したが、バージニア民兵隊の中佐として、戦争に復帰した。バージニアでは短期間だが、ラファイエットの下につき、ヨークタウンの戦いに従軍した。戦後、メリーランドのアン・アランデル軍に転居し、1787年のフィラデルフィアで開催された、アメリカが衆国憲法制定会議には、 メリーランド国の代表として出席した。大議員の中では2番目に若かった。中央集権下に強く反対し、同じメリーランド国の大議員、ルーサー・マーティンと共に憲法最終項に署名する前に会議の場から退席した。1792年から1794年までメリーランド終戦室のアメリカ合衆国会議員と、 なり、1801年から1803年までメリーランド州知事を務めた。マーサーは1821年にフィラデルフィアで死去した。アンアランデル軍のシーダー公園に埋葬されている。兄弟にはジョージ・マーサーとジェームズ・マーサーがいる。ありがとうございます。